なんだポーチがいっぱいじゃないか。武器と盾と弓のポーチに一つずつ空きを作ってきてくれないと始められないぞ。はあ。ふぃー、クリアクリア。で。ちょっと待って。あ、やっぱちょうどこの位置やったんよね。いや、ぽいなと思ったんよね。地図上で見てもぽいなって思ったんよ。じゃあ一旦ちょっとまた戻って、多分、あの長老から見た、その南西とか東とかそういうことやと思うけん。一旦戻ろ。じゃあ同じ原理で、あと二つ祠があるってことやんね。キヨウの祠は別そういうことかな。んで、次が、どれだい？ミニチャレンジか。コログ試練。操るの力の試練終わった。北西にある初めての試練。初めての試練っていうぐらいやけんな。なんか違うような気がするけど。クリアしてる可能性はある？でも多分これ3つともクリアしたら、スダジーに報告しようみたいな感じに文言が変わるんじゃないかなと思うけん、一応言ってみるか。北西の初めての試練。北西。この森の中にあるってことかな？やっぱコログ試練やし。北西。ぽい場所ないな。まあ、行きますか。方向的には？あ、でも方向的に言うと、こっちの方角ですかね。ずっと進んでいったら、まあ、また何かしら、コログがおるかな。あと、正しい道なら、ちゃんと道っぽくなっとんじゃないかなと。でもなんかめっちゃ、あ、君じゃない！え？大丈夫？消えない？でもなんかそこに、なに？君か！あっちじゃなかった。あ、君、勇士様だよね。コログ試練やるんだよね。てか、初めての試練を一番最初に言わないのは何なんだ？初めてじゃなくね？あ、そうです、そうです。あ、やっぱり。ちょっと頼み事があるんだけど。今ね、私のチビスケトッチーがコログ試練出たんだけど、いつもは私も一緒に行くんだけど、どうしても一人で行くって言って行かないのね。まあ、試練やけんね。しょうがないから一人で行かせたんだけど、迷子にならないか不安なのね。私もなりそうやしな。ちょっと後ろをついて行ってほしいのよ。あ、見つからないようにね。ほう。あ、なるほどね。私にとっての初めての試練じゃなくて、コログにとってのってことか。初めてのお使い的な。あれってことなんかな。隠れながら行かんといかんのか。あ、かわいい。試練こっちだよね。気づかれたらいかんとか。なんか、途中振り返りとかある？あ、来ないでください。はい。お化けじゃないよ！って何あなた、ついてきてたの？一人で大丈夫って言ったのに、もうやり直しじゃない。まだ出発したばっかでしょ。はあ、トッチーに見つかっちゃったか。結構神経質なんだよね、あの子。トッチーはまた行くって言ってるから、もう一回行ってもらえると嬉しいんだけど。いいかな？いいよね。じゃあお願いするね。あんまり近づいたらあかんのやな。試練こっちだよね。あんまりあの子がはっきり見えるぐらいの範囲には行っちゃいかんってことなんか。動いてないです。大丈夫です。振り返りはしなかった。ちょっとこの木が、あ、ね。
ダッシュすんな、ダッシュすんな。多分見失ってもいかんのやろうけん。え、大丈夫？忍び草とかなんか。ね、待って、忍び草ってなんか使えるんやないん？いや、使えないな。でも草単体じゃ使えんのやろうな。なんか気配消せるとかそういう効果あるんかと一瞬思ったけど。めちゃくちゃ見づらいんすけど、背の高い草がいっぱい生えとるけん。ただ向こうはきっとすぐ気づくんやろうけんさ、そーっとつけんとね。なんか祠が近くなってきたっぽいな。もうそろそろか。こっちで合ってるはず。うんうん。多分この子が喋った時に動いちゃいかんってことなんかな？知らんけど。そーっと。今一気に動いたけど。めっちゃ木落ちてきよるやん。ん？大丈夫そう？何？頭に木が当たったの？それとも私の気配？えへへ、気づかれたー。ふんふん。いけいけ。あ、で、あそこが綺麗な花のあたりね。綺麗な花まで来た。よし。残り半分頑張ろう。で、さっき私が絶望したんよね。で、もしかしたら霧に包まれるかもしれんけん。この、ね、多少危険ではあるけど、この木の横は通っていかん方がいいよな、きっと。これ視界から消えたら終わりなんかな。大丈夫か？いや、誰もいないです。大丈夫です。戻ってきよる、戻ってきよる。いや、進みよるね。進み出したね。なんだ、木の影じゃん。なるほど。まあ、一応そういうセリフ自体は、見つからなくてもあるわけね。そこで一回なんかまた、警戒度が上がって、若干ちょっとこっちに戻ってくるみたいな。大丈夫、大丈夫。ふんふん。お化けなんていない。そうよ、昔歌でもあったやん。え、どこ？あ、暗いよ、怖いよ。うるせえ奴らの面倒を思い出すね。軽所恐怖症の暗所恐怖症って、何今の。狼？なんか敵来たよ、敵来たよ、多分。音的に。やめてよ。もうちょっと？今どう考えても戦う場合じゃないけんさ、来ないでくれる？どこから来よんかも知らんけど。でも確実に敵が現れた音がしてるんだよ、今。やめてくれる？なんかすごいシャキシャキ言ってない？今攻撃してこないでね。初めてのお使い見守りよるところなんやけん。お、祠が見えた。走っていってる、走っていってる。敵は去ったっぽいな。空気読んでくれた？祠見つけたらもう大丈夫なんかな？それとも、祠に入っていくところまで見守る感じ？
やっと着いた。お、よかったよかった。やっと着いた。試練終わり。着いた時点で終わりなんすね、君は。え、誰？あ、あなたひょっとして勇者様？勇者様、私ちゃんと一人で試練終わらせたよ。あ、そうだ。祠で勇者様の祝福が待ってるってテクノキ様が言ってたよ。行ってみたら？ここで見つかるのは OK なんや。まあ、ずっとついてきたっていう感じではないよね。なんか途中で見つかったらお化け扱いするのな。ダチョカヒの祠。試練終わらせたからもう一人前だもんね。えへん。かわいい。よし、入るか。ここは多分シーカーストーンがないと入れんのよね。てか私ずっとさ、背中にコログのうちわやっけ？あれ背負ってない？剣に切り替えとかんとさ、大変やん。祠を訪れし者よ。我はダーチョカヒ。試練をくぐり抜け、よくぞここまでたどり着いた。来たよ、ダーチョカヒの祝福。もらっていくね。古代のコア。これ渡すべき人が誰かおるんかな？研究者。どうも。よくぞこの祠までたどり着きましたな。あなた様こそ孫をことなき勇者。今こそ女神ハイリアンナにおいて、克服の証を授けましょう。あざーす。イエーイ。これで我が役目は終わる。女神ハイリアの過去があらんことを。よし。あの子はもう帰ったのか。いなくなったね。帰ったんや。あの道を一人で来て一人で帰るってすごいな。途中めちゃくちゃモンスターにつけられよったけどな。これで、一旦また、帰ろう。次東って言ったっけ？またちょっと霧に包まれんように気をつけていかんといかんね。やっぱマップだけ見たらよくわからない位置にあったよな、多分。で、次、東。東ってそんなに距離ないよね。なんかもうここすでに、川っぽい感じやし。違う違う。初めての試練が終わって、あれだな、私、ミニチャレンジ成功してないのめちゃくちゃいっぱいあるんじゃない？知らんけど。受けるだけ受けたやつめちゃくちゃあるんじゃない？気になる。東にある萌えずの試練。萌えずの試練？なんか嫌な予感しかしないな。燃えるんじゃない？まあ、でも一応、耐火服着とるしな、私。東。こっちの方向に進んでいきゃいいということでしょう。あ、この子かな。ほいよ。おっしゃ、来た。試練いかがすか？売ってるの？いや、ゆう様、待ってたよ。めちゃくちゃ近かったね。コログ試練でも一番難しいと言われる、萌えずの試練はこちら。難易度順で紹介されたわけか。なるほど。コログ試練武器セットを装備したまま目的地までたどり着けば成功だ。あー、燃えるってことや。やだなー。やってみるかい？やってみたいです。やりたくないけど。よーし、行ってこい。剣も弓も盾も装備したまま壊しても外してもダメだぞ。ん？なんだ、ポーチがいっぱいじゃないか。武器と盾と弓のポーチに一つずつ空きを作ってきてくれないと始められないぞ。はぁ。なるほど、じゃあ外しますよ。 OK ですかね。あー、なんか難しそうだな。難しそうだな。よーし、行ってこい。
壊しても外してもダメ。暑い地域に連れてかれるんすか、私。この辺にそんな暑そうな場所なさそうやけどな。目的地はこの奥にある祠だ。さあ行ってこい。祠チャレンジ、萌えずの試練。なんか可愛い武器だね。おお、なんかカウントダウン始まったぞ。どこなんだろうな。全くわからないんだが、どこなんだろうな。別に燃えるとかいうことではないんか？いや、わからないんですけども。燃えずの試練やけん燃えるんかなって思ったんやけど、そういうわけではないのか？壊れるのか？ね、ここらどこ？え、まっすぐ進んでいくんかなと思ったんやけど、違うん？え、でも大体こういうの道なりじゃないんかな。多分、敵とかいっぱい出てくるけど、武器とかいっぱい使いよったら、壊れる感じなんやな。え、こうやって、いや、燃えそう。やめてよ。これやん、燃えず。ああ！ちょっとやめてくれる？ちょっと。あれ、溺れる。溺れる。ここは一体どこでしょうか。こっちか？こっちに行けばいいんか？あれ、あ、作れた、作れた。でもこういうことやんね。ねえ、やめてくれ。何ボタンで、あー、ちょっと待って、体力体力、危ない危ない。めちゃ危ないやん。あ、忍びたけやっぱりあれなんやね。え、物音を立てずに動くことができるみたいなの書いとったわ。じゃあ、初めての試練のやつで使えたんじゃない？めちゃくちゃ真後ろまで敵が迫って。くぅ。ちょ、待ってね。え？マジでないわ。くそー、むかつくー。じゃあ、あれやな、一旦、気持ちを落ち着かせるために、今回この辺一旦ちょっと終わらせとこう。次回また最後の試練クリアしていこう。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。とても難しいんだけども。アイスメーカーであっとんかな。あれやりよったらさ、結局前から飛んできた攻撃で、後ろに落とされて一瞬で終わるんだけど。むずくね。